武将方に任せて。この後な、実は、この後の演武、ちょっとした寸劇なるものもござるけれども、そういったあたりは集中して耳をそば立てて聞いてくれ。よろしゅう頼む。よし。よかろう。では皆の衆、改め本日は名古屋城へようまいった。我らの演武しかと見よう。では参る。いざ出陣。おお、武将の方々をお助けするため、津々浦々の戦場を東へ西へ、我ら縁の下の力持ち、名古屋をもてなし武将隊、陣笠隊、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。さあ、お昼も多くの方々にお集まりいただきまして、はい、誠にありがとうございます。ありがとうございます。私ですね、名古屋城では、はい、今なんと春の陣というものが行われておりまして、大変にぎわっておるんです。すぐ皆様から見て左手側ですね、はい、あちら屋台が多く並んでおって非常に盛り上がっておるんですけれども、はい、これからも時間は我ら名古屋おもてなし武将との演舞を見て共に盛り上がってまいりたいと思っております。はい、そしてこの演舞を見るにあたりまして、皆様にいくつか心得を、うん、したいと思っております。おっ、トムさん、心得の方を皆様に教えてください。おっ、人しかと活目すべし。はい、活目すべし、こちらですね、はい、大体この演舞時間にして15分から20分程度でございます。はい、ですので皆様最後までしかとこの場にいてご覧いただきますようにお願いいたします。はい、我らの演舞野戦でございます。何が起こるか分かりません。はい、マイクもブチブチ切れます。はい、しかと集中して聞いてください。お願いいたします。はい、来た来た。演舞が終わっても帰るべからず、武将様に謁見せよ。はい、さようにございます。はい、どういうことかと申しますと、はい、この演舞が終わりましたら演舞だけではござりません。さようにございます。我らの演舞の後にはこちらにいらっしゃる武将様方と写真撮影会がございます。はい、はい、歴史上の偉人と写真が撮れるめったにない機会でございます。はよ、毎週やっておりますかね。毎週土日祝日のみでございますので、なかなかございませんのでね、そちらも楽しみにしていただきまして、演舞楽しんで帰ってくださりませ。みーあ、みー皆も共に生きたり参加せよ。はい、というわけでございましたら、皆も共に演舞見るだけではなく、はい、参加していただきたいと思います。ようにございます。はい、ではですね、皆で勝ち時というものをあげて、はい、元気よく演舞を始めてまいりたいと思います。勝ち時中のですな、はい、えいえいおーえいえいおーえいえいおーと、このように声を上げて、はい、戦勝祈願をいたすものでございます。はい、演舞の始まりに皆で勝ち時をあげて気を高めてまいろうではありませんか。はい、では皆様、右手の拳を準備していただいてもよろしいでしょうか。お願いいたします。はい、皆で勝ち時を挙げてまいります。皆様ででございますのでね、後ろの方々も共にお願いいたします。ありがとうございます。では拙者が勝ち時者ストレート申しましたら、えいえいおーと三度お願いいたします。お願いいたします。さあ、では皆様で参りましょう。皆の者、勝ち時者ストレート、えいえいおーえいえいおーえいえいおー、素晴らしい。ありがとうございます。さあ、我ら名古屋おもてなし武将隊は400年前より蘇りし者の集団。本日は伝説という戦国の行ける皆様方にたくさんの元気とありったけの勇気を誠心誠意お届けする所存でございます。
ここまでにいたしましょう。なんでじゃ、勝ち逃げは許さんぞ。ではその前に、
義家様が掲げる旗の色をお決めいただけませるかな。秀吉様にお付きになるのか、それとも柴田様にお付きになるのか。どうに答えは出ておるのだ。答えを聞かせてはいただけませぬかな。聞きたいか。はい。わしは柴田様にお味方する。優勝よりも恩義を取ると当たり前じゃ。わしが信長様の命を破る。坊主を切って不況を買った時、柴田様の口添えのおかげで出資停止という処分で済んだのじゃ。その浪人時代を支えたのは秀吉様であったとお聞きしております。なんてこと実況する。答えは出した。さっきの続きじゃ闇を構えよう。わかり申した。では利家様は我が主君の敵、ここであなた様を討ち取れば我が武勲となりまするな。お前がこのわしを。清正おじき、やめろ。早い。あと清正、一番槍相務めろ。清正、一番槍はただの先駆けではないぞ。先駆けする以上負けてはならぬ。一番槍の敗北はすなわち一軍の総崩れを招く。一番槍を賜る以上敗北はない。一番槍とは全軍に先駆け槍を振るい最も手柄を上げた者のこと。この清正、まだまだ修行が足りません。まだ槍を習いとうございまする。どうか出資停止。あの日々を少し思うことで何もできぬ辛き日々、己の愚かさを悔やみその思いを込め槍を振るった。振るい続けた。何もなき空に向かって。決めたのだ。わしは先陣を切り勝利を呼び込む槍となるぞ。秀吉に伝えよ。秀吉とわしの関係は秀吉とわしが共に過ごした時間だけにあらずとな。秀吉の家臣に我が槍を教え、この槍の心を渡した者との日々がある。受け取れ。この槍に込めた思い、これがわしの槍だ。我こそは織田家が一番槍、前田又左衛門と家だ。Thank you.
ップご覧いただきまして誠にありがとうございました。ただいまですね、はい、春の陣と題しまして、はい、このようにですね、たくさんの方が名古屋以上お越しくださったと思いますが、はい、我ら名古屋おもてなし部招待を初めて見たよという方いらっしゃいますか？初めて見たよという方いらっしゃいますか？おー、はい、やはりこれだけたくさんの方がおれば問題がありません。たくさん来てる持ち方持ち方どこが視点で作用点か教えてそれすごい持ち方しとるよそれ。あ、こうか。いや、どうでもいいよそこグッと握れちょっと。いや、しかし激戦であったな。さようでございまする。いや、しかしながら皆よう見てくれたの。大義でやっとありがとうさんじゃ。かたしけのござる。じゃあこの後は特別に。おでな、帰るか。いや特別に異例中の異例じゃろ。終わった。異例中の異例でございまして。おう、暑いもん。毎週末特別に行われているという。おう、何でした？記念撮影会じゃない？記念撮影会さ、一丁目世代かとこ、それさよりございます。今、新潟隊も瓦版というのを右から配っておりまする。我々の簡単な情報が載っておる。いわゆるリーフレットというやつですか。でやるな、瓦版。こちらを見てもらえれば我々の日記帳、いわゆるブログにも飛べるということでございましてですな、ぜひ我々神出鬼没のこの名古屋おもてなし部招待、神出鬼没なんだけれども名古屋城だったら、平均的に会えるこの名古屋おもてなし部招待の情報を取っていただきたい。基本多いからな、名古屋城はな。さようでございます。毎日南はお迎えしておりますからな。まあ、しかしながら、まあ、こたびはですな、名古屋城内で出店が出たりですな、時期的には催し物もやっておったりするしな、たくさんの南は来てくれておるということで、そうね、まあ、こたび最後まで見てくれたのはありがたいことということで、誠にその通りだ。はい、この後は、まあ、撮影会というものを行ってまいりたいわけでございまするが、そうじゃね、遠方から来たものをちょっと聞いてまいりますから。聞いてまいろうか。ああ、よし、ではここ尾張、名古屋、筆頭に東海4県、愛知、三重、岐阜、静岡以外で東、関東、北信越、東北、北海道からやってきたよ。はい、清正側ちょっと聞いてみようか。東、あ、東北の者たちに。あら、聞こうと思ったらだいぶ手が下がりました。自主性、自主性を持てよ。一番奥、そのジャンプの人、飛び跳ね取る人。あ、北海道。北海道。ちなみにその前の手前の五人。アメリカ。アメリカからやってまいりました。そこは再現性高くてんだよ。どうもありがとうな。よく来てくれた。ありがとう。我々衛星もいろいろ行っております。映像地も行っておりますな。この日アメリカも行ったじゃろ。アメリカも、アメリカのどこなんじゃろう。ミシガン。あー、惜しい。 LA だったら行ったことあるんじゃ。横浜閉めるか、ちょっと通訳してくれ。そこは丸投げするんだよ。いや、しかし蝦夷地といえばもう清正が大好きな蝦夷地。あー、北海道はな、暑がりこの加藤清正にはとても涼しくていい土地だ。さようじゃな。しかもちょうどこの三円荘の夫人にて、北海道へは遠征行く機会も非常に多かったという。さようでございます。札幌道球の前で演奏やり、札幌道球の前、街角30秒のコーナーで告知をいたし、さようドサンコワイドね。ドサンコワイド、そうじゃな。じゃあ、けど無理せんようにな。いや、どうもありがとう。よう来てくれた。ありがとう。では続いて西聞いてまいろうか。この尾張、名古屋を中心からして、続いて関西、中国、四国、九州、果ては沖縄からやってきたよ。はい、手を挙げてよ。どうしましょう。正面側から聞きました。正面側から聞いて、こっち側行くか。ええやないか。そこの女子、どこからも行った。よいぞ。大阪。なるほど、通りで主張が強いわけだ。いいと思う。そういうの大事だな。ちなみにそちらは、大阪だ。チャイナから来たぞ。チャイナ。もうどうしてくれるんだ。大阪の影が薄くなったからチャイナのせいでの大阪が来たという遠方よりな。ありがとうな、チャイナから。わざわざ休んで来てくれたわけだな。どうもありがとうさんじゃ。あと大阪も、大阪から。軽い。大阪もな、我々梅田のとこで、丸ビルの地下でやったんよ。中国も行っとるんじゃぞ。待て。いや、中国の話したら薄なる言うとるやろ。先に全部処理してから次。何でもかんでも食べさしダメ。ね、大阪でもね、わしら丸ビルでやって、通勤ラッシュの時にやって誰も立ち止まらないっていうね。
緊急事態、みんなそれ忙しいんだか知らない、それは。それぞれの差があるけれども、だよ、まあ、しかし今日は暇だということで来てくれたんだな。いや暇ではないな、わざわざ予定を名古屋に合わせてきたんじゃろ。ありがたさんじゃ。はい、やるな。じゃあチャイナ行く。あ、中国も行ったことあるんじゃ、我々は。上海万博の時に行ったんよ、我々。上海から。おー、上海か ら。おー、ありがとう、日本語上手。どうもありがとう。じゃあ我々は異国の遠征も行っとるからな。さようじゃ。上海万博で英語やってきたんだ。さようじゃ。何？あ、そうじゃ、武将隊万博行った。うん、だけどわし留守番だった。なんで出しゃばったんだ。じゃあわし行ったわ、おらんかったのになと思っとったわ、ずっと。さあ、というわけで、まあ、異国の方のアメリカ、中国、北海道、大阪、まあ聞けとらんけれども、他にもきっと多くの都市から南で参ってきてくれておるということで、はい、まあ、この名古屋町にそういう出会いもあるが、我々日頃より先ほどから清松申しておるが、遠征ということで各々の土地に足を運び、南だと交流を図れる時間もきっとあろうということで、そういった詳しき情報も我々の電子日記帳、いわゆるブログと申すものから覗いていただいて、我々の出陣表と申すものがあるからな、そこから一体どのような出陣予定となっているのか確認し、援軍駆けつけていただきたい。そうじゃ、我々の出陣表によって我々の出番は丸見えになっているからだよ。戦国時代にはありえない、ありえないことなんじゃ。情報がもう漏れまくっておる、漏れまくりということで、なお我々なんとラジオのレギュラー番組を持っておるということでね、全国によっても聞けるんじゃけれども、そのラジコプレミアムというもので聞けばわかる名古屋おもてなし部長対戦国音絵巻ということで、 CBC ラジオというところで毎週月曜日から火曜日、火曜日から、じゃあ火曜日から金曜日、火曜日から金曜日までの帯番組を行っておるということだから、はい、ぜひ皆の週機会あれば聞いていただきたい。ともに、また本日はなんと我ら名古屋おもてなし部長対なんと現在舞台公演中であるということで、なんとそちらの本日千秋楽を迎えるということで、途中休園日を挟み3月の12日から3月の22日までという10日間、本日が千秋楽ということで、もう今すでに昼の陣と題して三英傑、信長様、秀吉、そして徳川殿の3人と神宮寺亀吉元気という5名が現在東海テレビやテレビアホールというところに出陣し、昼の陣を行っておるんじゃが、本日夜にはその千秋楽が行われるということで、はい、まあ、こちらの大戦の方も含め我々多岐にわたる戦場を展開しておるゆえ、ぜひぜひこれからも注目していただきたいと思ったら、はい、ではここからは先ほど清正さんが言いそびれた通り写真撮影の時間ということにしていきたいということで、清正さん説明はできるか。あ、できます。よし、では清正さん、ゲイ。あ、それでは